阪急千里線。千里線は、大阪府大阪市北区の天神橋筋六丁目駅から、大阪府吹田市の北千里駅までを結ぶ、阪急電鉄の鉄道路線。北千里駅まで延伸されるまでは、千里山、支線と呼ばれていた。北千里線と呼ばれることもあるが、正式なものではない。なお、正式な起点は天神橋筋六丁目駅だが、列車運行上は、 北千里駅から天神橋筋六丁目駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。千里丘陵に広がる千里ニュータウンの通勤・通学路線である。淡路駅をジャンクションとして終日にわたり京都本線との直通運転が行われている。阪急の支線で本線と終日にわたって直通運転を行い、梅田駅にも乗り入れる支線は、 千里線が唯一である。また、大阪市高速電気軌道、大阪メトロ、堺筋線と、相互直通運転を行っており、乗り入れ先の終点、天下茶屋駅では、南海電気鉄道との乗り換えも可能である。天神橋筋六丁目駅から、千里山駅までは、戦前に開業した区間で、急曲線や急勾配が続き、運転上のネックとなっている。例えば、 豊津駅間大前駅間には時速 35km の制限速度が設定されている。南千里駅千里山駅間には35%パーミルの勾配があり、新型車両を投入するにあたってはこの区間で勾配起動試験を必ず行っている。千里山駅から北千里駅までは1963年以降に開通した。 阪急の鉄道路線の中では最も新しい区間であり、直線的な線形で、運行速度も速い。また、当該区間はすべて高架線、掘割、またはトンネルからなっており、踏切は一つも設置されていない。南千里、山玉には阪急唯一の山岳トンネルである、千里トンネルがあるが、地下鉄と同様の改作工法で建設されたため、構造は地下鉄のものと変わらない。 千里線内だけで完結する天神橋筋六丁を目撃折り返し列車は早朝と深夜のみであり、大半は以下のように他の路線との直通運転を行っている。後日の境筋準急、臨時に運行される直通特急を除き、いずれも普通列車である。日中は A と C、B と高槻市駅梅田駅間の普通を一組とし、この二組を交互に運転する。 それぞれの組は、淡路駅で連絡を図る。その他にも、天下茶屋駅、京都本線、茨城市駅、小尺駅間の列車も設定されているほか、朝には、相川発天下茶屋駅も設定されている。いずれも普通列車である。また、京都本線と、坂井筋線とを直通運転する、速達列車として、準急、坂井筋準急が設定されている。 平日朝の下りというの上りと休日の昼間にそれぞれ河原町駅発着で運転される。千里線に当たる区間では国島駅を通過するが、これが千里線で通過列車の設定されている唯一の駅である。なお、2007年3月17日のダイヤ改正前は急行、堺筋、急行、快速急行、堺筋快速急行として運転されていた。 2011年からは、降落期の土休日に運行される直通特急が、天下茶屋駅嵐山駅間に設定されている。この列車は、国島駅を通過するほか、堺井筋線内でも通過運転を行う。この列車には2011年春は、大阪市交通局、2018年3月まで、堺井筋線を運営の66系が6両編成に、 減車した上で重当されたが、2011年秋以降は、阪急車の6両編成が重当されている。なお、1970年の大阪万博の開催時、万博利用客のための臨時準急、エキスポ準急が運転されていた。千里線内の停車駅は、淡路駅、水田駅、関大前駅、南千里駅、万国博西口駅、万博開催時に営業をていた。 臨時駅であった。また13駅でスイッチバックを行い、神戸線、宝塚線に直通運転を行う、エキスポ直通も設定されていた。また堺筋線との相互直通運転を行う、前までは、天神橋駅、現在の天神橋筋六丁目駅、阪急京都駅、現在の大宮駅間の普通列車も運転されていた、後に、河原町駅まで延長。 この運転系統は一時期全く運行されていなかったが、2011年5月14日のダイヤ改正で、土休日の朝晩に、天下茶や初河原町行きの普通列車が設定されている。6300系と9300系を除く、京都線所属の形式が使用され、千里線専用の車両はない。坂井筋線直通車は、すべて8両編成で、 阪急の車両の他大阪メトロの66系も使用される。一方で、梅田八着の列車は8両編成と7両編成が使用されている。2015年で運行を終了した2300系は、境筋線に入線できないことから、淡路北線理間でのみ使用されていた。当線の歴史は、北大阪電気鉄道が1921年に13。 豊津間館を開業させたことに遡る。当初から大阪市内への乗り入れを計画していたが、資金難で、淀川への架橋ができなかった。そこで、現、総善寺駅付近現、水田駅付近で、東海道本線の急線跡を譲り受け、阪神急行電鉄、阪急の十三駅に接続することで当座をしのぐ、こととした。同社は、大阪市内での墓地集約からの不足を見越し、 沿線で霊園の開発を積極的に行ったため、墓地電車の異名を取った。一方、京阪電気鉄道は、京阪本線のバイパスとして、大阪京都間で、淀川右岸を通る高速新線を計画していた。上東線払い下げが、政治問題化し、大阪側起点を、梅田以外で模索していた京阪は、北大阪電気鉄道が持つ天神橋淡路間の免許に目をつけた。 後藤慶太らの圧戦により来た大阪電鉄株式の大半を取得、新京阪鉄道を設立して1923年に、同社から鉄道事業の譲渡を受けた。1925年には、淀川を渡る天神橋淡路間が開業。3年後の1928年には、天神橋駅再院駅、後に大宮駅間で特急を走らせるようになり、以降戦後までは、 天神橋淡路間が本線格として扱われた。後に新京阪は親会社の京阪電気鉄道に合併し、旧北大阪電気鉄道線については十三淡路間が十三線、淡路千里山間が千里山、支線となり、さらに1943年には陸上交通事業調整法による校調整で京阪と阪神急行電鉄が合併し、 京阪新急行電鉄、阪急電鉄の前身の路線となる。合併後の1944年4月より、宝塚本線に乗り入れる形で、梅田八着の京都方面急行列車が設定される。京阪が再発足して分離した1949年12月の時点では、新京阪線の名称を京都本線と改めただけで、各路線の区間には変更がなかった。 しかし、戦後の1956年には、京都本線の特急は全列車が、梅田発着になり、実質的に十三線が本線として扱われるようになっていた。1959年に、梅田十三県に、京都本線用の線路が付設、手続き上は、北野線の再開及び、宝塚線の増設という扱いされた際に、十三、淡路間が、京都本線、 天神橋淡路間が、千里山線に所属が変更された。戦後の1961年12月、宝塚本線の混雑緩和を目的として、千里山線と美濃線とを連絡する、千里山延長線、千里山駅桜井駅間の事業免許を取得し、このうち千里山駅から新千里山駅、現在の南千里間は1963年8月に、 開業した。新千里山からは、千里中央駅を経由して、桜井へ向かう、北西方向へのルートを取る予定であったが、大阪府からの要請により、ルートを変更して、北方向の北千里へ延べのすことになった。北千里駅へ延伸した1967年、路線名を千里線に改称新たな終着駅となった北千里駅には、 日本初の本格的な自動改札機が導入された。一方、桜井駅に至る事業免許は宝塚線の輸送力が増強されたことなどから1972年12月に破棄された。1970年の日本万国博覧会開催にあたっては、道路線も会場までのアクセスに供されることとなり、前年の1969年には、 大阪市営地下鉄坂井筋線との相互、直通運転を開始。この時、新京阪鉄道以来のターミナルだった天神橋駅が地下駅に移転し、天神橋筋六丁目駅と改称された。万博期間中は会場に隣接して万国博、西口駅を設置、阪急各線から前日の臨時列車を運行し、メインルートである北大阪急行を補佐した。駅名は、 廃止時のもの、すべての駅で境筋、線殿下茶屋駅経由、空港線関西空港駅までの連絡乗車券が発売されており、年に2度発売されている高野山一でチケットでも、殿下茶屋駅経由で、南海高野線への乗車が認められている。さらに2011年5月14日からは、線内では、北端の北千里駅並びに、 京都本線と接続する淡路駅の2駅のみでは、あるが既存の関西空港駅までの連絡乗車券よりもさらに割安な関空アクセス切符発売している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。